皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原ひろみです。 J リーグ TV 始まります。今回は週末の振り返りです。まず先週行われた2021明治安田生命 J2 リーグ第36節から見ていきたいと思います。秋田対金沢は1対1の引き分けで終わっています。秋田はリーグ戦で金沢に未だ勝てずということですね。1分け4敗だそうです。ああそうなんだ、はい、三上のクロスに飯尾がヘディングゴール。まあクロス良かった ね、 いいですね。これバックサイドで完全にフリーだから余裕はあったんじゃないか、これ、はい、どこに決めようかぐらいな感じの余裕はあったね。こぼれ球を仕込んだのは庭。これデータでこのキーパーもちょっとこうミスというかね、あのファンブルしちゃったで出たかどうかとかって結構アピールしてるするよりもボールに集中した方が良かったんだろう。続きましてザスパ草津群馬対松本山形 FC 1対0で群馬の勝利。これは残留争いだよね。残留争い直接対決でした。で松本はこの敗戦で4連敗となって最下位となっています。4連敗か。はい、点が取れないよね。でこれ PK になりますね。あちょっとこういうなんだろう PK 取られたりとかっていうのがちょっと後手後手になっちゃって多いのかもね、うん、お前かお前が PK をきっちり決めます。大宮ルディージャ対ジュビロ磐田1対2でジュビロ磐田が勝利。これ後半アディショナルタイムのゴールで逆転勝利でしたね。首位をキープです。なんか劇的なゴールだったよね。劇的でした。これは磐田は3試合ぶりの勝利ですね。うまくポジション取りから前に入ったんだな、はい、ちょっと大宮あれだね、自陣でこうなんかこう時間かけすぎちゃって絡まれちゃったんだな。うん、取ってから早いですね磐田も。まあそうだな。でこれで1対1の同点になります。うん、まあ、首位とこれ残留争いとかかってるからね。首位争いとね。アディショナルタイム7分でしたね。7分か。はい、まあこぼれてきたボールを山田裕樹、まあ、うん、振りがやっぱり早いっていうかね、コンディションいいんだろうな、山田コンディションいいもんね。なんかそうですよね、このシュート見ると。でなんか中盤でもすごいターンしてギャッて出てったシーンもあったよね。大きいんじゃないこの勝ち点3は。いやあの鈴木監督がなんか体調壊してんだよな、はい、だからまあそういうのでもあってみんなよりこう集中してるとこもあるんだろうね。うんうんうん、続きましてジェフユナイテッド千葉対レノファ山口、こちらはスコアレスドローで終わっています。千葉はこれで7試合負けなしですね。一方の山口は7試合勝利なしです。勝利なしか、はい、日焼けよりはやっぱり勝ち点3欲しいんだろうけどな。うん、まあでも千葉も今調子いいからね。続いて愛媛 FC 対京都サンガ FC 0対1で京都の勝利。開始早々のピーター・ウタカのゴールで京都が勝利となっています。なんかウタカのとこに組んだかそこが分かってんだか分かんないけどこうね、後ろに逃げてって下がってってんだけどそこにボールがこぼれてくるっていうか、多分京都もリスタートはいろんなパターンでやってんだと思うんだけどね、はい、だけどこれなんだろう、ただ高さっていうよりは割と低いボールをあえて入れて、でなんかあのフリックかすらしてっていう感じでちょうど豊かに来んだよな。またな、落ち着いてっけどな、やっぱな。そうですね、抑えて京都はこれで3試合ぶりの勝利ですね。まあ京都も岩田も引き分けが多かったからね、はい、相手が残留争いしてるチームだから簡単じゃないよな。うん、そうですね、続いてギラバンツ北九州対 SC 相模原1対2で相模原勝利。こちらも後半アディショナルタイムの劇的ゴールが決まって勝利となってます。なんかそういうの多いね。多いですね。おー、これ最後高橋大吾のシュート。まあ高橋大吾ってやっぱりこのなんだろう、シュートうまいよな。うまいですね本当に。左足のだって簡単じゃないけど、うまく体こうちょっとずれたのを倒しながらこう浮かないように転がしてるもんね。
でこれは相模原の小玉のシュート。すごいよこれ。小玉って鳥栖からレンタルでしょ。だから鳥栖で出た時も見たけど、あとユースの時の試合も見たけど、この選手は結構伸びると思うな。あ、本当ですか。やっぱパンチ力あるこうやって。あで本来、ね、あのフォワードなんだけど、あのアウトサイドで使われたりしてるけど、はい、まあ、試合に出ることでやっぱりかなり伸びると思うな、これまた。おあすごい可能性感じるな。だアカデミー育ちでタイトルも取っあのアカデミーっていうかその取ってるよね、鳥栖でね。で鳥栖で今ちょっと出番少ないから、あのレンタルでここで試合出続けてるのはすごいことだと思う。やっぱパンチ力あるんだよこうやって。うんうんうん、J1 で見た時もすんごいシュートしてたからね、いきなり。有利のこのシュートが決まります。すっげえもう怒りのシュートみたいな感じ。すごいですね、もう本当に残り1分半。これだってこれがまずすごいじゃん。これこれでこぼれてきたらまた有利のとこにこぼれてきたんでしょこれ。すごいすごいよ、ネット破れちゃうんじゃねえのっていう。いやでもこれ90アディショナルタイムでしょ。はい、まあこれは相模原にとっては大きいし、北九州はこれはもう本当に痛かったな。いやもうさ、この北九州にしても相模原にしてもそういう試合ばっかりやってるからね。逆に相模原この前見に行った時はこの逆で金沢に追いつかれちゃって、あフィナルタイムで。だから両方経験してるな。そうか、追いつかれた悔しさもあるし、はい、勝ったあの嬉しさみたいなさ、すごい試合やってるよ。続いてミファーレン長崎対水戸ホーリーホック2対1で長崎勝利、昇格への夢をつなぎました。あそうか。うん、最後はウェリントンハットのシュート。斜めに入ってきてこうやってダイレクトで蹴るっていうのはタイミングがいいね。奪ってからやっぱりこう、うん、ここがいいっていうかね。最後は上中が右足で合わせてゴールですね。結構これボールが速いからコンパクトに合わせるのって難しいよね。うん、最後は安藤がトラップから反転シュート。安藤か、うん、これは結構うまく止めたのもあるし、普通これ逆に蹴りたいけど同サイドにあえて持ってきたところもすごいな。うまい。東京ヴェルディ対ヴァンフォーレ甲府0対0スコアレスドローで終わってます。甲府も3位だよね。だから引き分けじゃ本当はいけないんだよな、はい、上勝ってるしな。これで2位京都との勝ち点差が8に広がってしまいました。だから本当は勝ちたかったんだろうけど、まあヴェルディも必死だもんね。うん、続いて FC 琉球対 FC 町田ゼルビア、こちらもスコアレスドローで終わってます。そうか。続いてファジアの岡山対アルビレックス新潟1対1の引き分けですね。岡山は2試合連続の引き分けで、新潟は3試合勝利なしで昇格が少し遠のいてしまいました。厳しいね、ここのところ勝てないな、はい、勝ちきれないっていうか。最後は上条。ああいい崩しだね。この徳本のパスがいいですね。これね、中に折り返したのは誰だ。は、山本。これはいいよ、打ちたくなっちゃうけども完全に折り返して、上条もいいところに飛び出してきたってなるね。谷口がドリブルからのシュートでゴールです。まあ、谷口やっぱりあれだよね、こういう左サイドから中にこうやって切り込んでいくというか入っていってのシュートは得意かもね。結構ありますよねこういうシーンで。はい、だから得意なんだろうな。谷口 もう2桁近く入れてるんじゃないか。あ、2桁はいってると思うけどね。最後は栃木 FC 対モンテリオ山形1対2で山形勝利。これで山形4連勝ですね。4連勝か。で栃木もここまで調子良かったんですけども、4試合ぶりの敗戦となっています。勝ち点は稼いでたよね。はい、藤田のシュートうまいですね、落ち着いてて。ああ、ベテランね。はい、伊吹か、落ち着いてんな。うん、余裕があったね。そうですね、本当に。ちょっとバックパスのミスをこ うまく栃木が逃がさなかったっていう、はい、八千田のゴール。最後はビニシウス・アラウージョのゴールですね。うまいなこれ、ね、はい、うまい、本当に合わせ方が。
まあ、リエンダーの前入ってコースだけ変えたんだな。でも、飛んじゃねえな、これな。J2 の順位表を見てみたいと思います。こちら。岩田と京都が1、2が勝ったんだよね。はい、こっち勝ちました。引き分けちゃった、うん。長崎は勝った、山形は勝った。新潟は引き分けたっていう感じか。はい。ちょっと新潟はもうこれ、13離れてるってことはちょっときついね。うん。京都とね。京都と甲府が8。1位だとまだわかんないな。なるほど。試合あるから、あの、直接対決、今度、岩田と京都直接対決だよね。ありますね、はい。だからそれがあって、どっちかが勝って、どっちかが負ける。例えば、じゃあ岩田ホームで勝ったとかさ、はい、そうすると、で、甲府も勝ったみたいになると、甲府は誤差になるな。はい。また逆だったらまた別だけど、でも、ねな、どうなるか、引き分けだったらどうとかさ、まだ6節あるとわかんないね。そっか。長崎、まあ、山形も練習してるからね。はい、そうですね。少ないけど可能性まだあるかなっていう、うんうん。それよりやっぱ残留争いだろうね。これがすごい。ちょっと松本がさ、はい、ずっと4連敗だし、点がさ、得点がやっぱ少ないよね。あ、得点が少ないのと、得失点差がマイナス32っていうのは、勝ち点並んだ場合に、やっぱこれもう逆転できない。まあ、北九州もマイナス24じゃん。だから、うん、この差が後で効いてきちゃうんじゃないかなと思うんだよね。得点は28。28か。失点60。やっぱ失点多いよな。はい。それで得点がやっぱりちょっと少ないから、先でやれちゃうとちょっときついなっていうのと、まあ、北九州も今度か、これ見てもそうだけど、あんまり勝ってないよな。引き分けまでしか行ってない。うん、まあ、愛媛の方がむしろここのところ5試合の5節の中で2試合勝ってるとかね。相模原とかのが五分ぐらいでは来てるんで、はい、勢いとしては愛媛や相模原のがあるかなっていう感じ、うんうん、山口がさっき言ってた通りあんまり勝ちがない。そうですね。群馬はやっぱこの前勝ったのが、松本に勝ったのは大きかったねっていう感じ、うん、これもし群馬も勝ってないと34ぐらいだもんね。わ、はい、かんねえな。わかんないですね。30栃木でまだ30代はわかんないね。30代はわかんねえな。でもな、4チームだからな。続いて明治安田生命 J3 リーグ第25節の試合結果見てみます。岩手対福島2対1で岩手が上位対決を制し3位に浮上です。うん、岩手も確実に勝ち点稼いでるな。うん、うん、富山対 YS 横浜0対1で YS 横浜勝利なんですけども、この勝利で YS 横浜が3シーズンぶりの3連勝お、そう、かつ8試合負けなしはクラブ新記録だそうです。いろいろ記録作ってるよね今年。今調子いいね。調子いいですよね、うん、本当に。この後も見ますけど、順位表見てもずっと勝ってるのが分かるんで。ちょっと心配なのは富山でさ、はい、全国今治だっけね。そうですね。もう昇格をこう視野に入れてたと、まあ、まだ入れてるだろうけど、この連敗はちょっときついなっていう感じ。だまあこれどうやって立て直すかだな。まだ試合あるから、はい、続いて長野対鳥取3対2で長野が9試合ぶりの勝利を収めました。監督変わったんだよね、はい、だから監督変わって初戦は勝ったっていうのはクラブとしてはね、あのチームとしても監督としても良かったのかなと思うね。沼津対岐阜1対1で引き分けです。沼津は連敗を3でストップ。続いて宮崎対藤枝1対1の引き分けで終わりました。こちらは原さんが見てきた試合ですけども、少し写真を紹介したいと思いますけども、こちらは何でしょうか。これ宮崎空港駅から空港駅なんだよな、はい、そこから電車で日向新富っていうその駅にスタジアム新ユニリーバー新富っていうのがあるから、この電車で行ったの。2両だ2両。2両、あ、2両ですか。親しいような電車だね。ワンマンって書いてますね。ああそうだね。これ好きな人にはたまんないような電車だったよ。あ、これ駅、これ駅は、うん、これここにスタジアムあんの、あんの。これがスタジアムの最寄り駅ですか。そうだよ。おお、歩いて10分、まあ、駅から、まあ、今いろいろ出てくるか。これ、駅舎の中に、はい、あのこうやってなんかメンバーとか、あとお茶飲んでってくださいみたいな、なんか本当にアットホームな感じがね、お茶をタダでくれてた。ああ、そうなんですか。選手のこのメンバーとかこう出てて、で、このおばちゃんが、なんかおにぎりくれたの。みんなに、おにぎりどうぞって、で、もらっといた、俺も。で、なんか塩結びみたいなんだけど、ごまと。配ってるんですか。配ってるんですか。無料。それで、いいんですかって言ったら、いいでしょって。すごっ。たくあんがめちゃうまかった。いいっすね。うん、だからもらってった、食べたもん。ほんとなんかアットホームですね。
ハットホームだね、うん、でこれ駅前からの道で、まあスタジアムどっちですかってまっすぐだねって言われてさまあ見えねえんだけど、まっすぐでこの旗があるから、はいはいはい、こっち歩いていくっていう感じだね。これはスタジアムの地鶏だよね、あの宮崎名物の地鶏って。うわーいいですね。あーって焼いてたけど、もうこれもう昼から本当はビール飲んでこれ食べたいみたいな感じだったよね。これがスタジアムですね。そうそう、歩いてって見えるスタジアムなんだけど、これな、ああなんかワイナリー、地ビールのがあってさ、淡きビールとか言ったの。あ、本当ですね、うん、なんかブルワリーがあるんですね。まあなんか美味しいっていうから一杯だけちょっと飲んだ。お、いいですね。で、あのさ、地鶏あったし隣で買うかどうか迷ったんだけど、最終的に鶏の唐揚げ。あ、これすごい量なんだ。すごい量ですね。家庭にしてはすごい量、家族2人か3人で食べるぐらいの量だった。すごい美味しかった。いやーいいな、地鶏も美味しそうですね。本当に安いし、だまあスタジアムから歩いていくと7、8分ぐらいで出てきて、あのさっきのスタジアムが見えて、うん、あのメインのとこから上がって逆サイド見たらさっきの田んぼだよ、これ逆サイド。これスタジアムのメインのとこ上がって逆サイドはこういう田んぼ、だから田んぼの本当にスタジアムができたんだなっていう、そういう感じだったね。はでスタジアム見してみ、スタジアム、あこれ、あこれ、これ手前側がほら今醸成してるでしょ、はい、当時でここに宮崎県のフットボールセンターができるらしい。再来年かな。人工芝らしいんだけど、でもクラブハウスができて、まあだからこのスタジアムができたことによって周りの田んぼがそうやってフットボールセンターとかさ、サッカーやれる場所がどんどん増えていくっていう感じみたいだよ。でこれ奥の方はさ、藤枝サポーターなんだ、はい、こちら一番奥ね、うん、で何人か会ったし、駅で一緒に電車降りた人もいたしさ、そしたらなんかまあみんなすごいね、中部空港から宮崎空港に来てとかさ、中部までは電車で行ってみたいな、今日帰れんのって言ったら、いや最終で間に合いますみたいに言ってた。あ、そうだ。まあでやっぱりね、宮崎が初めてじゃない、このスタジアムが初めてだから。でこの宮崎今年上がったのもあって、だからそれを楽しみに、はい、あのサポーターの皆さんもこう来てたね。あったかったし、昼間は東京なんかよりはるかにあったかったっていう感じで、あのいい雰囲気だね。いいですね、ご飯も美味しいですしね。芝生で、まあだから宮崎ってさ、あの J2 ライセンスがないから上がれないんだけど、はい、まあ、これはこれでさっき言ったように田んぼの中に小原町のスタジアムができて、それを楽しんでる風は結構あったね。いい感じだった。で宮崎は結構面白いんだよ、サッカーは。あの奪って早い、あの余計なボール回しとかしないでシンプルにゴールディング。そうですか。そう、これ最後ですか。この矢吹のシュートはすごかったよ。まあだからちょっと一瞬あれは止めて、胸で止めるかなんか止めてと思ったら、ボーンって後ろから来たの蹴ったら、うん、風上だったのもあるんだけど、ギューンって入っちゃって、うん、まあ、あのアイデアもあのシュートもやっぱあれはすごかったな。岩渕選手は岩渕真奈さんのお兄様。そうそう、兄貴だから。それこれはこの岩渕亮太って言うんだけどさ、うちの息子とかと同じ少年なんだよな。あ、そうなんですか。そうだよ、だから知ってんだよ。それで FC 東京のアカデミーだから。ああ、それから明治大学行ったんで。ああ、だからまあ近所だし、はい、マナちゃんもその少年団のサッカー部。あ、そうですか。うちの、 そう、次男もそこのサッカー部で、まあ、マナちゃんとツートップやってたみたいな感じで。知ってんだよ。だから、まあ、いろんなクラブに行ってるけど、まあ、センスはやっぱり当時からあって、うん、あのシュートはやっぱすごいよ。あれすごいですね。あれはすごい。さぬき対今治0対0、スコアレスドローで終わりました。この試合今治はシュート14本打ってるんですよね。ああ、そうなんだ。はい、対するさぬきはシュート0。あ、だから言ったでしょ、今治ちょっと変わりつつあるよ。そうですね、本当に、はい、だからあの岡田メソッドじゃないけど、もうある程度本当に圧倒的に試合しながら人も出ていくみたいなやり方にモードっていうか、さっき変えたね、はい、たださぬきもさ、あの同じ四国のライバル先輩としてさ、うん、負けるわけにいかないって多分耐えたんだろうな。なるほど。まあ、ただ今治はちょっと変わりそうな感じがするね。最後、鹿児島対熊本南九州ダービーでしたけども、鹿児島が勝利です。まあなんか揉めた点だったな、オフサイドかもみたいな点があったけど、ただライバル意識強いじゃん、ここはさ、はい、あのいいな、普段からあの仲はいいんだけど、ライバル心がやっぱ当然だけど強いから、うんうん、でまあ熊本からほら鹿児島って新幹線ならなんか15分か20分ぐらいだよね。熊本のサポーターもいっぱい行ったし、
多分負けたくなかったのもあるんだろうね。で熊本もやっぱり首位じゃない、はい、でもやっぱ意地もあるじゃん鹿児島もさ、だから簡単じゃねえな。では順位表を見てみます。熊本久々の敗戦ですねこれ。そうだよな、うん、岩手がさ何気にあれだよね、42まで来てるじゃん。これ試合数がさ15チームだから一つやんないんだよね。はいはいはい。だからそこがどこかっていうのもまた試合数が少なまだ少ないとかさ、そういうのがあってくるんで、はい、でやっぱり言ってるようにこの宮崎は上がれないから、今 J2 のクラブの下の方は宮崎に頑張ってもらいたいって。なるほど。宮崎か福島繰り上げなしですもんね。そうそう、そうすると繰り上げないから、はい、3チームしか降格しないじゃん。なるほど。でそれも多分考えてるよ。ああ。じゃあそのでも宮崎は本当になんか思いっきりはいい。藤枝よりもチャンスもあったし、はい、まあ、藤枝がその矢吹のすごいスーパーゴールで追いついちゃったけど、うん、内容は宮崎には、うん、ああ、ただ岩手もこれは可能性あるよね。ですね、うん、岩手ある。全然ありますね。当然ある。富山、うん、まあ、福島はやっぱりまだ J2 ライセンスないから、はい、岩手、富山、熊本で岐阜がやっぱりなんかこう負けてはないんだけど勝ちきんないみたいな感じだな。だけど岐阜ぐらいまであるかね。で鹿児島も勝ったことによってまだあんのかね。うん、確かに9ですもんね。あと5試合ぐらいだよねみんな、はい、5試合か。いやまあわかんねえな、ここも。あと調子いいのが YS だもんな。そうですね、これ見ると YS と今当たりたくないかもね。あ、確かに最も勢いあるよこれ。あ、熊本よりも YS だっていう感じだね。